始まり始まり、今回はハマチの刺身100食分作ってまいりたいと思います。早速下処理していきます。ここでは鱗取り、エラ取り、内臓取り、血合いを丁寧に洗っております。はい、もうできました。はい、ここから私始めさせていただきたいと思います。準備中。本日の主役ハマチの登場です。それでは作業開始です。まずはお魚の表面についている余分な水分を拭き取っていきます。これをすることによってより美味しくお刺身が仕上がります。念入りに拭いていきます。道具もちゃんと拭いて頭はねしていきます。よし、もう一回切り込みを入れてパキッ。はい、頭はね終了です。皆さんの大好きなハマチのブリカマが取れました。はい、とっても肉厚で美味しそうです。大事に取っておきます。はい、続いて三枚おろしに参ります。三枚おろしするときは包丁を大きく大きく動かすと上手にさばけます。はい、で真ん中の骨は硬いので両手でグッグッと。はい、三枚おろし完成です。あ、半身ですね。で次もう半身でいきます。同じように大きく包丁を動かして切っていきます。はい、皆さんももしさばく機会があったら包丁は大きく動かして切ってください。で切り込みを入れて、今回は大きいお魚なので骨は切らずにちぎります。はい、いい音が鳴りますよね。はい、終わりです。この後からは柵にして皆さんの大好きなお刺身にしていきたいと思います。めちゃめちゃ上手にさばけました。美味しそうです。はい、先ほどの三枚おろしされたのが登場してきました。はい、ここからはかっこよくさばいていきます。まずは腹すきからして、はい、整えます。はい、次尻尾の筋のところを切って、はい、かっこいいポイント、かっこいいポイントが続いてまいりますんで、はい、ここですかっこいいポイント。はい、うん、なんか柵になってきましたね。あー、綺麗です。もう美味しそうですね。めっちゃ綺麗です自分でやっておいて。で、はい、ここの真ん中の骨の部分なんですが、パートさんのお家で食べていただいたりとかしてます。こんな感じでしっかり身がついてあるので食べ応えがあったよっていう感じでご感想をいただいてます。私はまだちょっと食べたことがなくって、なんかこう肉厚なのでステーキにしたいなとか思ったりしてます。あとはブリ大根にしてもいいなと思うので、一回ちょっと作ってみる動画とかも撮りたいと思ってます。はい、でこんな感じにさばくと毎回こうやってね出てくるので、お客様から教えていただいたんですけれども、あの先ほどの部位は栄養価が高いので、そういう商品ないですかっていうのを聞いて、商品化とかも進めていきたいのと思ってます。
少しあのかっこいいゾーンに入るので黙ります。お刺身の完成でーす。はい、とっても綺麗ですね。詰める作業を行って急速冷凍にかけて商品の完成になります。139パックできました。はい、もう見てるだけでもう達成感でいっぱいの気持ちで幸せです。はい、ご視聴ありがとうございました。何かまたこんな感じでお仕事の内容を撮っていきたいと思います。それじゃあまたねー。